アイスが食べたい。突然そう思った。2月の中旬頃、まだまだ寒い時期なのに。でもあったかいストーブの前で食べるアイスは、暑い夏に食べるアイスとはまた違った美味しさみたいなものがある、かな。近くのコンビニまでは歩いて5分もかからないくらい。行くのは簡単だった。時刻は午後11時、もちろん外は真っ暗で、しかもその日は曇りだったから、狭い住宅街を照らすのは、最近新しく取り替えられたばかりの LED の街灯だけだった。ウォークマンでお気に入りのカントリーミュージックを聴きながら、誰もいないし、と体を大きく揺らしてノリノリで歩く。うん？歩いて2分も経たないくらい、20メートルくらい先に標識が見えた。あの逆三角形に止まれって書いてるやつ。それが街灯に照らされて、道の真ん中にドンと立っている。俺は立ち止まった。最近まであんな標識ここら辺で見かけた覚えはないし、第一道のど真ん中に標識が置いてあることがおかしい。音楽を止めると一気に辺りは無音になった。目をよく凝らして少し距離を縮めると、ぎょっとした。人だった。この寒い夜にノースリーブの白いワンピースを着た女が、顔の前にあの止まれの標識を掲げてじっと立っていた。標識に隠れて顔は見えないけれど、その標識の後ろで黒色の長い髪が見えたから多分女なんだろう。女は何も言わずに、ただきくりとも動かず標識を顔の前に掲げてこっちを向いて立っている。異様だった。とにかくその光景が異様で、家に引き返そうか本当に迷ったけど、その横を通り抜けられないほど道は狭くないし、住宅街だから、周りに家もたくさんあるし、何かあったらすぐに人を呼べるし、と思って意を決してなるべく壁ギリギリを早歩きで通り過ぎようとした。女との距離がだんだんと近くなる。近くなるにつれて自分の心臓の音も早金のようになりだした。女の横を通るとき、顔を見たい、という好奇心に駆られたが、横を見るほどの勇気はなかった。通り過ぎた。何もなかった、別に何もしてこなかった。妙な安堵感に満たされてそのまま足早に去ろうとした瞬間。止まれよーわー。後ろでものすごい声で女が怒鳴ったかと思うと、ガーンと何かを地面に叩きつける音が響いた。驚きすぎて体が硬直した。ゆっくりと後ろを振り返ると、だらんと腕を下に垂らした女の後ろ姿と、地面に湾曲した標識が見えた。多分あの怒鳴り声と同時に標識を地面に叩きつけたんだろう。状況を理解したと同時に女がゆっくりとこっちを振り向いた。顔が見えなかった。暗かったとかそういうのじゃなくて、女の顔は口のとこ以外がガムテープでぐるぐるに巻かれていて、ガムテープの間から見えている口がギリギリと歯ぎしりをしているのがわかった。すぐに俺は自分の状況のヤバさに気づいた。本当にやられる、そう思って猛ダッシュでコンビニまで走った。その後はあまりの恐怖にアイスを選ぶ気持ちになんかさらさらなれず、結局買ってからコンビニを出るまでに30分もかかった。帰り道に遠回りをして帰ったのは言うまでもない。後日、あの時の恐怖もだいぶ和らいだ俺は、バイト先で友達の K にそのことを話した。何それ、やばいじゃん。標識女怖え。いや、怖えとかそんなんじゃないから、もう本当に死ぬかと思ったんだって。バリ受けるんだけど、どこからのネタなのそれ。ネタじゃねえっつーの、バカにすんなよ。え、お前マジで言ってんの？マジって言ってんじゃん。明らかに毛が引いてるのが分かったので、俺もそれ以上は何も話さずにその日のバイトを終えた。その夜、家でスマホをいじりながらゴロゴロしてると、ピンポンと画面に LINE の画面が表示された。毛からだった。標識女出現スポットナウ。俺の動きが止まる。あいつ何してんだよ。俺はベッドから転がるように起き上がると窓のカーテンを開けた。ここからではやはり見えない。やばいからマジでやめろ。あの時の恐怖がフラッシュバックして、外へ出る勇気がなかなか出ない。祈るように画面を見つめ、既読がつくのを待つ。ビビりすぎ。お。ガチで発見。3連続でスマホが鳴る。本当にそれやばいやつだから近づくな。冗談抜きに。打ち終わるよりも早くまたピンポンと通知が来る。添付画像だった。本当にすぐそこに K が来ているのだと分かった。写真には街灯に照らされたあの女が写っていた。距離的にもう10メートルもないだろう。でもあの日の女とは全く違う点があった。標識がない。あの日のように止まれの標識を顔の前に掲げていない。
暗闇で撮った写真の画質は荒く、その顔に巻かれているはずのガムテープは確認することができなかった。外に出て止めなければ、でも体が言うことを聞かない。まるで足から根が生えているかのように足が地面に張り付いて動かない。頼むもう若田からそこでやめとけ頼む。5時を直す時間も惜しんで俺は送信ボタンを押した。既読がつかない。もう1分以上経つのに既読がつかない。俺は焦燥感に駆られて体を激しく揺すった。送信してから2分が経ち、これは本当にヤバいと悟った。勇気が出ないとか足が動かないとかもうどうでもよかった。俺は靴も履かずに裸足で外へ飛び出した。Kはいなかった。あたりはしんと静まり返り、街灯の元には、長い髪の毛が何本もくっついてぐちゃぐちゃになったガムテープが、光に照らされて落ちていた。それから LINE のメッセージに既読がつくことはなかった。あの後バイト先の店長に K のことを聞いたが、あれからバイトには来ていないらしい。K の家にも尋ねたが、出てくるのは毎回 K の親で、K に会いたいとお願いしても。今は無理なの。としか帰ってこなかった。K が生きているということは嬉しかったが、あれ以来 K が変わってしまったというのは明らかだった。あの時、K に何があったのだろうか。数週間が過ぎ、あの時の記憶もだんだんと薄れ始め、生活も前の状態に戻りつつあった。その日はバイトで残業を頼まれ、帰る頃にはすでに夜の9時を回っていた。そしてあの道に差し掛かった時、いた。あの時と同じように標識を掲げたあれが、街灯の下にこちらを向いて立っているのが見えた。俺は迷わなかった。そいつが見えた瞬間すぐに後ろを向いても時田道を引き返そうとした。瞬間。止まれよーわー。俺の真後ろで怒鳴り声が聞こえた。男の声だった。